吉野さん、私はサイトを1万4000個作りました。その結果得られた収益が月収200万、300万なんですよね。でもサイト一つのアクセスってのはせいぜい100ですよ。悪いやつは5とか6もあります。でもさすがに1万数千個作るとその総量、毎日のアクセスってのはそこそこのね、数十万とか数百万になるんですよね。だって1個のサイトが5アクセスでも1万個あったら5万アクセスですからね。という意味で吉谷さんが言われたように、動画一つの再生数は1万本以上やっても50、100みたいなね、なんだこりゃみたいなね、雑魚ですよ、雑魚ね、お互い。でも雑魚も集まれば大きな積み上げになるんですよね。もはやその雑魚を率いる集団に追いつく人はあまりいないっていう状態になってきました。逆にですね、アクセスが取れる、動画を取れる、ね、そんな人でも、どうなんですかね、1万個いってるんですかね。逆にね、ヒカキンさんとかはじめ社長って動画1万本とか結果残してるんですかね。そういう勝負をすれば勝てなくもないとは思うんですよ。で、私たちはいろんな目標に向かっていく、その道すがら、その目標に近づいているどころか離れているってことに気づくこともあるんですよ。例えて言えばね、ドライブの途中でディズニーランドに向かおうと思ったけども、途中でちょっとね、休憩してドライブインに寄ってたら話しかけてくる人がいると。あっちに行ってもディズニーランドないですよ、地図見てください、こっちですよって言って聞き返すことを要求されるんですよ。その時に、何、いいんだ、俺は計画通りにこっち行くんだっていうふうに言って当てのない旅を続けるのか、あ、そうだったんですね、自分は間違えていました、じゃあネガティブなコメントじゃなくって、それは実はポジティブなコメントだったんですね、ということで方向転換してそちらの方に行って、まんまとディズニーランドに到着するっていう、そんなこともありますよね。だから人の指摘ってのは、つまり教育だと思うんですよね。気づきだと言ってもいいかもしれません。で、ここに一つのね、私の過去の恋愛話を聞いていただきたいんですけども、まあ、ある女の子とね、前日までデートの話で盛り上がっていたんですよ。ね、こう、携帯メールで、あっち行ったりこっち行ったりと、こう行って、あ、行ってそう行こうね、みたいな。ランチはここで、みたいなね。じゃあディナーまでここ到着しようね、みたいな計画を立てていました。で、当日私がお車で迎えに行って、でデートをするわけですけども、途中でね、道を間違えてランチをするはずのところに全然たどり着かなくなっちゃったんですよ。で、私焦りますよね。やばいと、もう予定の12時半過ぎたぞと、1時になっちゃうぞ、1時も過ぎたぞ、1時半だ、道は全然わからないところに行っちゃいました。もうこれやばいなと思いましたね。で、隣の女の子を見ました。そうするとね、実はすごく楽しんでいたんですよ。なぜなら、なんかさ、計画通りに行ってないけど逆に面白くない、この道とかね、いろんなもんあるよみたいな感じで、新しい発見があって計画通りに行くよりも楽しくなっちゃったんですよね。そういうこともあります。ですので、回り道が無駄な道ではないってことなんですよね。で、こんなルートは無駄だというふうに決めつけてしまえば、それは無駄になって棒に振ることになりますけども、違った道に行っても失敗だと思っても、その中で拾えるものはないかなという受信力を発揮すると、結構ね、いいものがあったりするんですよね。そういった形で無駄を無駄にしない、そんな力も必要なんじゃないかなと思います。で、まとめて言いますとね、私も同じ結論に達するんですよ。結果の出ない行動っていうのは確かにあります。結果の出ない努力っていうのは、そこでやめると結果が出ないことが確定しますけども、結果の出ないことも続けていくと素晴らしいね、積み上げになるんじゃないかなと思います。むしろね、それだけやったの？みたいな驚きがあったり、信用になりますし、やったっていう行動は今度はね、正しい方向に向かった時に必ずゴールにたどり着けるようなマインドセットを作ってくれるんじゃないかなと思うんですよ。全ては考え方、捉え方だと思います。いってらっしゃい。